はい、どうもパチオです、えー、今日はね。岐阜県某所に来てます。あ,あの、名古屋の方はね。あのー、朝っぱらで雨降ってて、まあその後降ったり止んだりみたいな予報だったんだけど、まあ、無理くり出てきましたね。はい、えー、ということでね。まあちょこっと道中で雨に打たれたりはしたんですけど、えー、岐阜県某所の公園に来てます。 まあここね芝刈りとかしててあのこんな風にねなんか牧場みたいに刈 <laughs> った芝がねあのロールになってるんですけど愛知県でなかなかこれ見ないんでねちょっと新鮮な気分ですよ一面あのロールになってますからねずっと。名古屋の方でもねあの河川敷とかね芝刈りやってるんですけどねこれやりゃいいのにと思うんですけどめんどくさいんですかね <laughs>。あの な、まあ、量が少ないだけなのかもしれないですけど、あんまりや、あんまりというかやってるところを一応見たことはないんで。はい、えー、今日の話なんですけどね、あの、SNS で最近話題になってる、あの、黒人差別がどうたらこうたらっていう話で、なんかオタク叩きしようとしてるやつが出てきたんで、あのー、まあ、ちょっとね、 あのそ,れそれについて喋っていこうかなっていうふうには思ってます。はい、あの,ことの発端はなんですけどね、あのスプラトゥーンのキャラクターをね、なんか、ポプテピーピックだっけ、の作者さんがね、あのー、書いたんですよ。 でそしたらねなんか肌の色がね薄,あ薄く描いたみたいでそれがなんかその原作というか、まあ、元イラストよりちょっと薄いみたいな風でそれがホワイトウォッシュっていう風にねあの非難されたわけですね。その人種 まあ、かね、差別にうるさい方々がね。そういうことを言ったわけです。まあ、僕はね。あのまあ、そのいろんなイラストによって色の濃さ違うしさね。そんなことを別にいいじゃん。っていう風うに思うんすけど。まあそれはね。その作者さんがあの？なんか謝罪したんですね。 ま、謝罪する必要はねえかなって思うんだけど、やっぱ謝罪するとね、あの、それに乗っかって、た、の叩きたい人っていうのが出てきたりとか、あとそれを擁護する人っていうのが出てきて、結構ね、あの、けんけんガクガクのやり合いになってんだけどね、ま、そこでね、なんかオタク叩きをしようとするポストなのかなっていう感じなんだけど、なんかとんでもないこと言い始めてるやつがいたんで、ま、本題なんですけど、ちょっとそれを喋っていこうかなと思うんだけど、 今までにそのあのお宅にその叩かれて黒人が出てくることでお宅に叩かれてあのダメになった作品がいっぱいあるみたいなことを言ってるあの人がいたんですよ。 あまあ、ちなみにそのオタクたちにそう突っ込みにあってみて、その具体的にはいっぱいあるんだろ、う一個ぐらいあげてみろっていうふうにたあの叩かれまくってね。あのー、まあその人はね、今別に特に反応もしてないんですけど、まあいっぱいとか言ってるけど、おそらく一個も出てこないんですよ。だって僕も46年生きててさ、そのそれなりの作品数見てるんだけど、その黒人が出てきたことで叩かれてるっていう、しかも日本人にね、その、 なんか出てきたキャラクターが黒人だったことで日本人に叩かれてるっていう作品なんて俺見たことないんですよ。あのー、まあぶっちゃけて言うなら、あのー、出てきたキャラクターが、あのー、韓国人だったことで、あのー、ちょっとね、あのー、なんか言われたりする作品があったりとか、あのー、なんならその。 ね、あの韓国のものをね作品にねあの何の関係もない韓国の,あの作品をねあのものをねあの出したことによってあのボッコボコに叩かれたねあの昔 <laughs> ね。 「サムゲソウのキムチな彼女」っていう作品があるんですけどあの原作そういう名前じゃないんですけどそうやって呼ばれてるんですよ <laughs> あのそういう作品はあったんですけど僕は黒人が出てくることで叩かれた作品ってないなと思ってるんですよまあねその黒人がでキャラクターが出てきてその振る舞いがちょっとバカにしてるだろうみたいな叩かれ方をした作品は過去に何作品かあるしあとそれでその自主規制的にあのもう世の中に出てこない作品っていうのはあるんですよ まあそれはね、あの、昔の絵本のね、あの、ちびくろさんぼってあるじゃないですか。僕んちにもちびくろさんぼの絵本あったんですけど、あれは発見らしいですね。あの、最終的にね、あの、虎だったっけ、ヒョウだったっけ、の追い、追いかけっこしてたやつなんだけど、あの、で、その虎がチーズになったんだっけ、<laughs> とかいう話だったと思うんだけど、うーんまあね、あの、それぐらい、あと、そうだな、あの、アニメでさ、あの、ジャングルクロベーっていうね、 のやつですねあれぐらいじゃないですかそのだってあれだって日本人に叩かれたんじゃなくて活動家によってねそのお宅によって叩かれたわけではないですよね。活動家がわあわあ言ったーとかあとその自主規制的にそのもう世の中には出さないようにしようっていうような感じで今世の中には出てこない作品ですけどあとね一応そのポケモンの。 ルージュラっていうポケモンが昔いたんだけどその初代ねあのルージュラはあの映画の「の天使にラブソングを」っていうあのニューヨークかどっかのねあの シスターが、あの、ゴスペルを歌うみたいな、あの、黒人のシスターが主人公で、で、その、みんなでその成果をね、あの、高らかに歌う映画だったんですけど、それがモデルだと思うんですよね。で、それがね、あの、ま、発売してから直後に叩かれたわけじゃなくて、ま、随分経ってからね、あの、なんかちょこっと言われたっていうのと、あと、ドラゴンボールのミスターポポは、なんか、 ね、あからさま黒人だからうーんまあねあの言われなくもないかなでもそんなもん言ってるなんてあの黒人がミスターポポのことを嫌がってるなんていう話は俺は聞いたことないんだよね <laughs> ミスターポポいいキャラだしね。 じゃあね、あのー、だって世の中に黒人が出てくるキャラなんていっぱいあるわけじゃない。僕、だってそれこそさ、あのー、ガンダムとかで数えたってね、いっぱい黒人キャラっていうのはね、出てくるわけじゃないですか。メインキャラが黒人っていうやつも何作品かあるわけですし。<laughs> でもそれ、<laughs> まあね、いろんなアニメの黒人キャラは出てくる。出てくるんだけど、あのー、 だからその黒人が出てくるからお宅に叩かれたなんていう作品は一切ないんですよね。ただお宅が絶対的に叩くものが1個あってそれはあの元作品が原作があってその原作キャラは黒人ではなかったのにいきなり黒人になるキャラ。 あちなみにそれオタクが叩いてるわけじゃないんですけどね。まあ、簡単に言うとね、あの、リトル・マーメイドとかは確かね、あの、新作はあのヒロインが、ね、ま、あの人魚姫が黒人だったりとかするはずなんですよね。あれ、ハリー・ポッターとかってね、あの、エマ・ワトソンのポジションの、だからハーマイオニーだっけあれが黒人になったんじゃなかったっけっていう話なんだけど、まあね、あの、エマ・ワトソン自体がそういうね、その、あのフェミニスト的な、ねど、どちらか とというと活動してるから別に黒人と変わるのは OK なんだって多分当人思ってそうだけどな <laughs>。と思うんだけどやっぱりそれ叩いてるの多分オタクじゃねえぞってだってオタクそっちの方見ねえもんディズニーとかさ <laughs> ディズニーもハリー・ポッターもそんなにオタクは見るもんじゃないぞって世間一般のそんな光の差すところの作品はねあの全くオタクじゃない別の人が見てるからね。あの やっぱりやっぱりそのお宅に叩かれてどうにかなっちゃった作品って僕の中ではねあのちょっと思い浮かばないんですよね。もう元祖元祖ってその黒人キャラってなんだろうっていうことをね俺考えるんだけどねだからサイボーグ009とかねあのー、あれだよな あれ、日本人がやってたけどな、特撮でさ、あの、バトルフィーバー J っていうやつがあってさ、バトルケニアって出てくるんだよ。バトルケニアなんだけど、ケニアやってる人、日本人で宇宙刑事ギャバンの人なんだよね。<laughs> あの、確かあの人、確か愛媛県出身の人だったと思うんだけど、あの <laughs>、うん、日本人だな、純血の日本人だな、 あとねグレートマジンガーの炎潤ってあの黒人と日本人のハーフの人がそのヒロインの一角だメインヒロインではないけどヒロインの一角だったんだよねあのグレートマジンガーをサポートするロボットに乗ってた子ですけどあの実はあれって原作者の永井豪がそのイラストを描いて「あのこのキャラよろしく」みたいな感じでその。 渡したらそのでその長い頃本人はこの子は白人だと思ってたあんだけど別に色指定してなかったらあのー、アニメ会社がえー、っと 黒く、あの、顔を黒くして描いてきたんだよね。で、ハーフっていうことだけ伝えてたら、あの、白人か黒人っていう指定はしてなかったら黒く描かれてきたんだよね。で、そしたら、あでもこの黒いのなかなかいいじゃんっていうことで黒人ハーフ設定になったっていう、あの、そういう、あの、結構珍しめなキャラクターなんだよね。<laughs> はい。ということでね。だ,だ,だってその、それで長い号がさ、その、いや、なんで純を黒人なんかにするんだみたいな話で激怒したっていう話だったら、ちょっとしたその黒人差別意識があるかもしれないんだけど、あ、黒人のヒロインいいじゃんっていう風になって、それを受け入れてるわけだから、全然寛容ですよね。<laughs> 黒人ハーフですけど。 まあというようにねまあ世の中にはねあのー、まあアニメ作品の中にはいっぱいその黒人とか黒人ハーフキャラとか まあ出てくるんですよね,、まあ、ねその中世ヨーロッパ舞台のアニメとかが結構ファンタジーアニメとかが多いとどうしたってあの白人の比率の方が高くなるとは思うんだけどあの中世ヨーロッパ舞台,で、ね、あの,パ舞台の作品でさあのやっぱり、ね、中国人もインド人も日本人も出てこないじゃないですか。そ、まあ、うういところではねやっぱりその ね、白人あまあだって中世ヨーロッパだからヨーロッパに住んでる人をベースだからね、うんうん、だから現代劇とかになると結構ねその大体いい黒人キャラってさそのでかくてあの筋肉質で頼りがいがあって頭が良くてっていういいポジションにいると思うんですよねなんかバーのマスターとかやってたりとかさ。<laughs> なんか最近の作品の黒人キャラっていうのはかなり俺はむしろ優遇されてると思うんですけどね <laughs> どこに差別的要素があるんだろうってだから逆にね僕も教えてほしいあこれこれこ,あのこのキャラクター黒人で出したらくっそ叩かれたよみたいななんでこいつ黒人なんだよみたいな風に叩かれた作品があったら教えてほしいんだよね。 俺はその原作改編で黒人になりましたっていうやつ以外であの叩かれた作品っていうのは。 ないと思うしそれを叩いてたのは基本的にオタクじゃないと思ってんだよね <laughs> 原作改編はあのオ、ー、タクは基本的に黒人だからという理,理由ではなくて何でも叩きます <laughs>、はい、<laughs> ということでね、まあ、今回の話は、まあ、僕的にもねちょっと不思議な話だったんで、あのー、ぜひ皆さんにね、あのー、そういう話を、まあ、知って知ってというか教えてほしいもしそういうのが本当にあるんだったら <laughs> あの叩くためなら嘘ついていいんかっていう話ですよね。はいということで終わりにします。はい以上パチオでした。バイバーイ